皆さんこんにちは、ケンです。のみです。今日は、トレック改造計画その6になります。で、今日は、もう完成編となりますので、ちょっと長い動画になるとは思うんですけど、ぜひ最後までご視聴いただければ幸いです。ではやってみましょう。はい、で前回の動画からの進捗点なんですけど、シフトのアウターケーブルを、適正な長さ、この黒ですね、黒がアウター、シフトチェンジ用のケーブルで、赤がブレーキ用のケーブルになります。でそれをリアディレイラー側、フロントディレイラー側、これフロントね、左がフロントディレイラー側、右がリアディレイラー側ともに、こうやってハンドル曲げた時に、突っ張らない程度の長さに調整してカットしてます。でそこの動画今映してはいるんですけど、ちょっと前回がその後の時は、昼からやり始めて夜になってしまって映像が暗かったので、今回はここの部分、ダイジェスト映像だけ今貼り付けてあるので、さらっと今明るい時に説明します。この2017年モデルのドマーネなんですけど、2017年モデルのドマーネは、フレームにケーブルを通すわけじゃなくて、ここですね、フレームのダウンチューブの下に這わせてあります。エアロ化はちょっと失われるものの、でもメンテ性は見える化できてるんで良くなりますね。で右側の方がリアディレイラー側か、リアディレイラー側で、ここにインナーケーブル通して、で今回こちらなんですけど、付属してるやつがポリマーコーティングのものではないので、一応アウターケーブルが当たる部分についてはグリスを塗って収納性をアップさせてます。でこれをこうやってして下にここに通すとこがあるんですけど、こうたどってここの下に這わせて、でここっすね、でこうチェーンステイの下を通してリアディレイラーにまで、持ってきました。でここなんですけど、ちょっと長すぎる、付属のやつだと長すぎるなと思ったのでカットしてます。自分の好みの、長さ、あとギアチェーンの時に影響しない程度にここの長さはカットしてます。でフロントディレイラー側の、ワイヤーの通しも同じなんですけど、アウターケーブルかぶってるとこはグリスを塗ってありまして、でこっちはこういって今度逆側、左側ですね、ここに伝って、こうやって下ダウンチューブの下を通って、あと最後なんですけど、ここに下に這わせた後にここからフレームの中に入れる穴があるんですけど、そこを伝って今ここから出してます。下を伝って上にピョン。でこれをフロントディレイラーに今回は取り付けるということになります。はい、シフトワイヤーをリアディレイラーにつけたいと思います。で新しい105は旧105と違って、こっち側かな、ここにシフトワイヤーを通します。チェーンステイ、今から触ってみるんで動いたらいいんじゃないですかね。動いてますね。初期伸び取りましょう。ちょっとタプンタプンになったんで、閉めます。変速してみようか。楽しみ。
初変速ロー側にどう、あ、これ意外とローとこのガイドプーリーは一直線になってるから意外といいんじゃない、おー、おー嬉しいねこれ、うん、意外とちゃんといけそうなんですけど、ちょっとチェーンつけてみてまたここ再調整します。とりあえずリアディレイラーが正常に動いたんでどうしようかな、また後から長さカットすればいいんですけど、一応ここら辺で切ります。長いかな、ちょっと長いかな、微妙やな、ここら辺でカットしてみます。レーラー系の、エンドキャップについてはこの金ピカのエンドキャップをリップでコントしました。ホイール今回これ使うんで、統一しようかなと思って、マビックカラー、マビックカラーっていうか金色なんだけど、はい、隠し使いです、はい、はい、次フロントディレイラーを置きます。あ、ひねると取れます。怖いね、まあ、Q105-5800 系と違ってケーブルの取り回しが全然違うので、参考までにここ1回全部外してみますか。はい、外れました。こっち側にはなんか溝とか切ってあるわけではなさそうです。ボルト側にはで見ると、マニュアル見ると この穴こうやって通して、まあこれでクランプ、このボルトでクランプすると、ここ引っ張って初期伸び取ります。で、もう一回じゃあフロントディレイラーがちゃんと動くか。今の状況を見るとアウター側のトリムは働けど、インナー側のトリムが働かないと、ここはどうしよう、チェーンはシマノのデュラエースを使用します。はい、で今からチェーン取り付けるんですけど、今このスプロケットは最大が 25T になります。で今まで このシャドウデザインじゃないリアディレイラーの場合なんですけど、そういった場合はトップとアウターでチェーンの長さの
を決めるんですけど、この車道デザインのリアディレイラーの場合だと 28T 以上と同じくこの最大スプロケットでどうも決めるっぽいので、そのやり方でやりたいと思います。で、分かったことが、まあ、チェーンの取り付けの際はリアディレイラーによっても長さの決め方が違うっぽいので、もし他で取り付ける方がいたら、自分の、スプロケットの端数と、あとはこのチェーンのマニュアル、チェーンのディーラーズマニュアルとリアディレイラーのチェーン、マニュアル両方見た方がいいと思います。はい、じゃあちょっとチェーンにグリスが、新品状態グリスいっぱいついてるんで、落としたいと思います。ただ内部のグリスまで落とすのはちょっとあんま良くないと思うんで、表面ささっとささってやるぐらいにしときます。はい、じゃあチェーンをつけたいと思います。これチェーン表裏がありまして、この刻印がしたる方が、要はフレームと反対側、刻印がない方が、フレーム側に向くように、最大チェーンリングと最大スプロケットに通していきます。このツーリンク先で、ちょっと分かりづらいんですけど、切ってます。2ピンで止めていきたいと思います。で、こういったミシンクリンクですかっていうのもあるので、こっちの方がメンテしやすくて便利らしいんですけど、今回はチェーンについていたこのコネクタピンで止めたいと思います。ピン折りました。ペダルつけたいと思います。変速してみましょう。とりあえずガタガタですけど、調整必要ですけど、リアディレイラーちゃんとトップからローまで入ります。次フロント、フロントディレイラーどうですかね。はい、ガタガタ。はい、調整していきたいと思います。入った入ったけど、するとお伺いがそこのローのトリムが効いてる。あ、ちょっとアウターが、フロントディレイラーがなんか、はい、インナー調整するとな、こっちはな、なんかな、トリム働くな。次やってみるか。
はこことここは、トルクレンチで管理する場合6から7ニュートンになります。はい、じゃあ反対側のペダルも取り付けたいと思います。でこれあのボントレガーの、なんだろう、ケイデンススピードセンサーになるんですけど、あのフレームに内蔵されていてすごくスッキリしています。でそれのマグネットをまず付けます。ほい、ブレンダーステムを使ってます。なので、こういったブレンダーシステムが使えます。ボントレガーのクリップ300っていう、サイコンを使います。お疲れ様です。今試し乗りから帰ってきました。5キロほどしか走ってないんですけど、まあ、とりあえず変速と問題なさそうです。まあ、ただもうちょっと、今度ロングライド100キロ以上走ってみて不具合がないか、不具合が出たらまた調整してやっていきたいと思います。はい、一応これでなんとか長かったんですけどロードバイク完成しました。で、まあ、ドマーネグラベル化についてなんですけど、まあ、先にちょっとネタバレしとくと、今考えてるのが、パナレーサーのグラベルキングっていうタイヤがあるんですけど、これを装着して、まあ、ちょっとした砂利道ですねとかを走れたらいいなと思ってます。まあ、もうキャリパー仕様なので、まあ、ディスクブレーキと違って、まあ、完全なるグラベルロードとは今で言うともうディスク化されてるもんですから、まあ、本当に初期型のグラベルロードにしたいなと思ってます。ドマーネはですね、もともとアイソスピードとか、まあ、振動吸収に優れたフレームですし、まあ、石畳を走る
石畳を走っても安定があるような設計になっているので、本当にグラベル化には向いてるんだろうなって思ってます。はい、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。